わお、わお、トルテチャンネル、はい、みなさんこんにちは。今日はですね、こちらフォートメッセ名古屋やってきております。はい、というのも今日はですね、こちらでですね、はい、ペット博2024名古屋開催しております。イエーイ。はい、ワンちゃんと一緒に同伴して入場できるペットのための祭典でございますよ、トルちゃん。はい、トルちゃん、ペット博名古屋初参戦でございます。大阪とかはね、結構行ってるんですけど、名古屋初でございます。ということで、早速トルちゃんも行ってみたいと思います。はい、こんにちは。お声掛けいただきました、会場入る前です。ライくん、こんにちは、はじめまして。コロンちゃん、こんにちは、はじめまして。2人とも男の子だそうです。はじめまして、お声掛けありがとう、嬉しい。それからそれから、トルテチャンネル。トルちゃん、ペット博はこんな感じで、こちらでね、入場券、取り付けも売っております。はい、トルちゃん、こんな感じで、会場のマナーが書かれております。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、チケット切ってもらいました。行きましょう。涼しい、めっちゃ。会場内涼しいです。はい、ガイドマップがあります。トルちゃん、会場内、若干混雑しておりますが、すごく涼しいです。めっちゃクーラー効いてる。外が暑かっただけあって。めっちゃいいね。こういうイベント最高だね。じゃあちょっと探しに行きましょうか、お目当てのところに。はい、こんにちは。わー、二度目ましてのシャーロットのシャーちゃんです。こんにちは。やったー、かわいい、おとなしいね。お、おかわりした。かしこい、トルちゃんがうるさーい。めっちゃ嬉しい、ありがとう。はい、トルちゃん、まず初めにやってきたのは、トルちゃんね、体験コーナー、運動広場のところでこんなのやってるんです。はい、ワンちゃんの運動会ね、出たいなと思って来てみました。15時のところがまだ空いてたので、トルちゃん予約したよ、頑張ろうね、また戻ってこようね。あとね、他に運動場のとこ以外にもこんな感じでアジリティ体験やってたりとか、こんな感じで、トルちゃんワンポイントがすごい人気、ワンポイントカットとかね、してくれるやつがすごい人気ですね。トルちゃんめっちゃ並んでる。はい、こんな感じですね。ペットのお仕事体験してみようということで、なんかね、小学生4年生以上で10歳以上、高校生までの方が参加できるみたいです。トリマーさん体験みたいな感じ、かわいい、みんなやってる。足震えちゃってる子もいるな。トルちゃん、いろいろあるね。それからそれから、トルテチャンネル。トルちゃん、アジリティ体験しよう。イエーイ。ここに並んだらできるみたいです。トルちゃん、今からこれやるよ、ドッグスポーツアジリティだって。めっちゃこんな冊子もらった、すごい。ハードルとか A フレーム、トンネルとかやるみたいです。トルちゃん、頑張ってね。はい、トルちゃん、今から無料アジリティ体験3種類やってみたいと思います。おやつを使っていいということなので、トルちゃん、おやつやりますかね。
ね、なんかね、後で聞いたんですけど、あの三角のやつの白い部分は全体に触れないといけないらしくて、飛び越えちゃ NG らしいんですよ、障害のレースの時とか。ここにね、コンタクトゾーンって書いてるところが白い部分だそうです。お勉強になったね。じゃあ12時のしずけ教室やられてます。こんな感じです。大阪の時やったよね、トルちゃんね。しずけに興味がある方はぜひ1000円で参加できますよ。チャンネル登録。こんにちは、通りすがりにもたちゃんに会えたよ。こんにちは、いいね、かわいい。パパさんのスリングからお首が出ててかわいいね。ありがとう。ありがとうございます。バイバイ。はい、風船の母ちゃんに会えました。あ、犬犬です。マルチじゃねえな、トイプードル。ありがとうございます。かっちゃーい、見てください。こちらシェイクさんというお店やってきました。今日はこちらのお店とコラボされてるみたいなんですけど、こんな感じでインスタフォローでネックレスプレゼントということで、じゃーん、トイちゃんインスタフォローしたのでネックレスいただきました。かわいい。なんかね、キラキラのね、リードなんですよ。なんか可愛くない？パールとかの。なんかこれ、耐久がすごいよ。96キロ対応って書いてるんで、引っ張っても多分ちぎれないんですよね。ネックレスもあります。ちょっと興味あるなと思って。カフェの時とかすごい可愛くない？すごいね、トルちゃん。皆さんではこんな感じで、髪の毛のリボンとか、こんな感じで、首輪もね、売られています。はい。ということで、トルちゃん、YouTuber 特権で、なんとお兄さんにこちらいただきましたネックレス。めっちゃ嬉しいね。ありがとうございます。それからそれから、トルテチャンネル。トルちゃん、こんな感じで、ふれあい動物園もやってます。無料だって。すごいね。今日は何？わー、かわいい。めっちゃ向いてくれてた。パンダマウスちゃん。かわいい。配色がパンダと一緒だ。かわいい。パンダマウスちゃんです。こんな可愛いおもちゃがたくさん売ってる。はい、こちらはお洋服とかもたくさん売ってますね。ブラウニーズさん、ニノシートさんです。だいたい2200円なのかな、セールで。すごい可愛いお洋服がたくさんワゴンに並んでおります。はい、見てください。ファボさんというブースにやってきました。ペットコミュニティファボさんです。新しくこんな感じでアプリを開発されたそうなんですけど、ワンちゃん同伴 OK のお店が、はい、簡単に探せるアプリだそうです。ママも登録してみたいと思います。登録したらこちらのかわいいファボさんのお出かけバッグをプレゼントしてもらえるそうです。やってみます。ワンちゃんのハッピーバックス、はい、ハッピーバースデーボックスセットが当たる。そう、すごい。誕生日に、はい、お店の名前は何ですか？オープンハウスって言います。オープンハウスさん、はい、もらいました。開けてみよう。どうも、初めでした。ありがとうございます。こんな感じでオープンハウスさんのブースです。くじ引きやられてました。王子様みたいじゃない？わー、かわいい。ありがとう。いつも
もありがとうございます、ありがとうございます、嬉しい、やったー、似合ってる。それからそれからトルテチャンネル、はい、見て、今日も愛知県の彼女まるちゃんに会えたよ、こんにちは。見て、トルちゃんとお揃いのね、このセーラー襟、まるちゃんにピンクバージョンプレゼントしました。いつもプレゼントばっかりもらってありがとうね、かわいいじゃない、デートみたい、すごい可愛いよ、トルもらったよこれ、ありがとう、嬉しいね、すごいプレゼントたくさんもらっちゃった、可愛いデニムだ。はい、トルちゃん見て、こんな感じでワンショットスタジオさんのトリックアートをお写真撮ってみました、あげたいと思います、かわいい。はい、トルちゃん、こちらもワンショットスタジオさんの無料撮影ブースです、すごい、マーメイドになっちゃった、トルちゃん、わい、いいですね、わお。チャンネル登録、撮影ブースがあったの、こんな感じでドーナツホール移動スタジオっていうのが無料でね、アンケートに答えるとこんな感じで予約できるみたいで、ギリギリ最後の枠でね、トルちゃん予約してみました。じゃあまた後で戻ってきて撮影しようね、無料なんだって。今日もココグルメさん出てます、こんな感じで試食もあります。トルちゃんこの間食べんかったもんね。はい、こんな感じで3種類、4種類美味しいのがありますよ。はい、こんにちは、わー、コスミちゃん、おー出てきた、コスミちゃんとおはくちゃんです、こんにちは、イエーイ、エリちゃんのお友達ですか、わーすごい、やった、つながった、ありがとうございます。どうぞどうぞ、みんなインスタ上げてください、はい、やったー。それからそれからトルテチャンネル、トルちゃん見て、キッチンカーコーナーがあったよ、もう外に出て食べれるのかな、行ってみよっか。はい、トルちゃん、キッチンカーこんな感じでいろいろ出てます、ということでバーバーはたこ焼きを買うそうです、美味しそうですね、こんな感じの、はい、たこ焼き屋さんがありました。はい、見て、こんにちは、アムちゃんに会えました。今日はアムちゃんはパンダさんが乗ってますよ、頭に、かわいいんだけど、あら、パンダちゃんになったの、パンダちゃんになったの、かわいい、トルちゃん見てよ、ほんとかわいいよね、アムちゃん、あ、ほんとだ、ドッグプーさんのリードカバーが一緒だ、一緒、ハートだ、トルちゃんはこのお花柄です、かわいい、みんなおさらいにしようね、やりたいと思います、せーの、それからそれからトルテチャンネル、アムチャンネル、チャンネル登録、はい、見て、たこ焼き熱々買ってきました、じゃーん、おいしそう、グーグーグー、熱々熱々
これ岩塩のたこ焼き買ってきました。めっちゃ美味しそうです。いただきたいと思います。絶対熱いよね。どうしよう、いけるかな。冷まして食べたいと思います。うん、熱い、おいしい。岩塩めっちゃ美味しい。ソースがかかってないんだけど岩塩の味がすごい美味しいです。どうか食べたい。はい、じゃあね、腹ごしらえもして、はい、午後からに備えたいと思います。午後はトルちゃん運動会だよ、頑張ってね。はい、ということでお次後編になりますので、今日の動画が参考になったよ、楽しかったよという方はコメント、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。はい、じゃあ次回後編でお会いしましょう。じゃあねー。